ゼロいつだっただろうか君はいきなりやってきたまず私のお腹をそっと優しく撫でた私はその小さな刺激に耐えるすると君は物足りないのか今度はさらに強く刺激を送るなんとか理性のおかげで 私は耐える。しかし、その次の瞬間、君は強烈な攻撃に出た。まるでお腹の中をひねり潰すような。私は発狂し、今すぐ駆け出したい衝動に駆られる。もう世間なんてどうでもいい。私は走った。そして、たどり着いた。 個室というオアシスそう私は大ピピ女子剣道小林のてめお子今夜も始まります <music> さあというわけで始まりました剣道小林のてめお子みさん 手で目をこうしてますか,てでめこしてますかということでね今回の「てめおこポエム」はですねラジオネーム思春期の女子さんから、えー、いただきましたこれは珍しいですよ推進書いております2ヶ月ほど前ぐらいから急にお腹ピーピーになりましたこの前はついに授業中抜け出すという始末に女子としては恥ずかしかったんですがどうしても我慢できずてんてんてんその時の気持ちをポエムにしましたと かなりのね、希少種ですからね、これ、女子で OPP というのは。いわゆるレアですよ、ね。レアですね。女子というのは、大体がまあ、いわゆる BP、便秘と言われてますからね。うん、あの、この、便秘は辛い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 というね、皆さん女子の方からよく意見聞くんですけども。まあ、どんだけ辛くてもね。 この、なんて言うんですかね、この、事故を招かないだけいいんじゃないのかなと僕思うんですよね。OPB なんか、発揮りして事故まみれですからね、うん。ああもちろん僕もあの、その、キッチンでとかもう、暴発事件みたいなのもありますからね、うん。あ,あ,あの、高菜爪の、房みたいなとこ抜いた時にビッて行ったこともありますから。<laughs> <laughs> あんまりね、よろしくないんですお腹がね。もう、数えてみたらちょうど芸歴分。ね。 17年間 OPP ですから、お腹 PP。まあだからそういう芸歴にね、こう、順じていくと考えたらもう森光子さんなんかもう50年以上 OPP 続いてんねよな思ったらね。まあ大変な人なんですけどね。そんなことよりね、やっちまいましたよ。これ。フラッシュのね、6月30日、1056号。とんでもない特集がね、組まれてたんですけども。 AV 女優72人がマジ回イト抱かれたい芸人と抱かれちゃった芸人と。これでね、とんでまあそんなにランキングには僕は大して入ってないんですよ、これね。好きな芸人ランキングで11位に入ってるぐらいなんですけども。いや、これね、その後にね、こう対談みたいな、かすみかほちゃんとね、ひとみちゃんと、ね、はんだささちゃん。まあこの3人のそれぞれ継承をね、 くんにするところがね。ハンダ・ササくんにするところが <laughs> あ、いかにもフラッシュやなという感じなんですけども。<laughs> こういう、AV 女優の子にはくん付けするというね、不思議なこの魅力があるんですけどね。これでね、触れられてるんですよ。ね、テレビやラジオで自分の名前言ってくれるとちょっと好きになるよね、みたいな話をね。えー、ひとみくんがしてるんですけど。するとハンダくんがですね、わかる芸人さんじゃないけど、 香取慎吾さんが、私の名前を言ってくれたことがあって、ジャニーズなのになんで名前を知ってくれてるのってびっくりしたその後、続けたままた、とみくんが、剣道小林が、ラジオで私の DVD を見た感想を言ってくれていたらしいんだけど、かもなく不可もなくだったって、<laughs> だったらわざわざ言うなよってムカついたな <laughs> って言うてですね。その後、かすみくんが、ダメ出しされるより嫌だよね。でも、剣小林ならどんな位置されてもいいかもと。 いや、非常にいいこと言うと、ありがとうございます。で、ハンダ君がですね、わかるあの渋い声でエッチな言葉を微妙で囁かれたらゾクゾクしちゃいそう。すると、とみくんがですよ。面白いセックスをし、しそうだよね。でも、私はラジオの一見でちょっと健康板の評価下がったけど。<laughs> やっ しまったな、これ確かにね、あの、デビュー作のことをね、俺確かこのラジオで言うたんですよね。赤坂中、坂島という AV 売ってないで、赤坂という街に吠えてしまったがために、その勢いのままそんなこと言ってしまった気がするんですよ。<laughs> しまったと、違うんですよ、ひとみくん。いや、実際ね、あの、ま、全作品見てるわけじゃないんですけどね、この間出したね、あの、東京露出という作品はね、非常にこの、精神揺さぶるようなね、 特にあの AV ショップの中でおっぱいだけ壁から出してるシーンは非常に、そのー、良かったですよ。何言ってるんだ剣道小林とね、今、リスナーの皆さん。なんだお前戦わずにこびるのかと、えー、思い出してくれてね。あのね、これはまあどう言ったらいいんですかね。あの、人にはね、それぞれ使命というものを帯びて生まれてる、な人は何のために生まれ、ね。 な、なぜ生きているのかそして、どういうことで死んでいくのかというね。こう、非常にこう、ま、関連的な考えをいろいろ考えた。俺が、生まれてきたのは、きっとね、AV 女優、と、浮き流すために生まれてきたんじゃないかな、と。<laughs> AV 女優といい関係になって、それが発覚して、目覚ましテレビ首になるために生まれてきたんじゃないかな、という。<laughs> そういうふうに考えてるんです、僕は。それぞれね、あのー、使命があると思います。例えば、その、メジャーリーグでね、野球選手としてメジャーリーグで活躍して、あのー、日本中の子供たちにね、夢を与えるとか、サッカーでワールドカップに出場してね、えー、で、日本中をこの歓喜の、えー、歓喜を打ち鳴らすっていう、そういうために生まれてきた人もいると思うんです。 例えばそうですね、そのお笑い芸人、志村健さんとかならね、本当にあのー、どんなに辛いことがあっても、志村さえ見れば元気になれるみたいなね。そういう使命を帯びて生まれていること思んですそういう意味で僕は AV 女優とセックスしてそれがバレて目覚ましてるビクビになるという使命を帯びて生まれてきてると思うんですよ。<laughs> 繰り返すようですけどね。これはね、まあやってしまった分、まあ、 ひとみくんは切り捨ててですね、ハンダくんとカスミくんのことを今後言っていくことにした方がいいのかな <laughs> でもやっぱここは平眼試験でやっぱひとみくんもね、やっぱりね。えー、いいなと。ねこれ結構すごいですよ。ね、ぇ、くどかれたなんていうのもね、実名で、ずらずらと上がってますよ、これ。松本さん、今田さん、品川、蜂蜜二郎、トータルテンボス。 山下しげと。<laughs> <laughs> そして藤森慎吾、カンニング竹山さん、花輪と。これだけの人これを言われちゃったらかなわないですけどね。やっぱりこの成果上げてから言ってくれるのは構わないんですけどね。しちゃったみたいな。口説か,かれたレベルでやっぱこの明かされるのは、えー、辛いものがあります。いや、いいですね。えー、今度はね、 違う意味で、写真週刊誌に載るように、僕も頑張っていく所存でございますんで。人はね、何のために生まれてきたかというのを、皆さんもう一度、自分は何なんだろうというのをね、考えてみてください。さあ、というわけで、この剣道小林のテメオコでですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。アドレスを発表します。テメオコメールアドレス、temeoko.tbs.co.jp てめおこ、アットマーク、tbs.co.jp まで。というわけで、tbs が届ける夢、CM です。剣道小林のてめおこ。届け、俺の思い、先生のおっぱい、見せてください。黙れこぞ <noise> あ,あ,あ、てめおこ、はあ。おっと、てめおこが無理な体勢から靴下脱ぎましたね。 てめおこ <laughs> さあというわけで、ね、ちょっと長らくコーナーの方をねやっていなかったので、ね、今日は久々にコーナーをずらずらずらっとねやってみようかと思っておりますそれでは早速いきましょうか一つ目のコーナーはこちらてめおこ都市伝説現代社会でことしやかに流れる都市伝説嘘かことかことか嘘か現代日本 現代芸能界で噂される都市伝説を募集します。信じないか、信じないかはあなた次第。うまくいけば本にします。さあ、というわけでね、実に久々となります、テメオコ都市伝説、行ってみましょうか。まずはこちら、ラージュネーム、スカール。通販でよく売られている 恋愛攻略マニュアルをアレンジせずに行動に移すと目的の女性よりも先に想定外の女が食いつくでしょう。信じないか信じないかはあなた次第。通販でこういうのが売られてるんですか恋愛攻略マニュアルと。まあ、恋愛にね、そんな攻略なんてものがあるのかと、そもそもね。まあ、そもそも大阪でですよ、ね。自分のパンツに、ね。 ピンクロータぶち込んで漫談やっててすべての関西レギュラーを失った男がですよ。東京に引っ越しただけで、引っ越しただけでグータンヌーボーにゲスト出て恋愛語ったりしてるわけですよ。そんな風にね、形のないものなんです、恋愛なんてものは。人変に夢と書いて吐かない。人の夢は儚かないんですよ、皆さん。まさかのグータンヌーボーですよね。もう去年ぐらいになるんですけどね。コンパ必勝法みたいな。 っってないっちゅう、ね、買ってなないいねね <laughs> <laughs> まあそんなもんですよ。恋愛マニュアルなんてものはね。履かないもんです。さあ、続いていきましょうこちら。えー、ラジオネーム、ジャスミン・オレンジ。<music> マツコ・デラックスは、マツタカコのダークな部分が具現化した存在らしい。信じないか信じないかはあなた次第。<noise> なるほどね。 ま、スタンド的なまあ、言ったら、あの、スタンドで言ったら、ポルポのブラックサーバスみたいに、松高子自体はもう何してるか分かってないみたいなね。遠距離型の <laughs>、シェアハートアタックみたいなやつだね。<laughs> 丈夫な。んなんか重たいぞぐらいしか考え、感じない松高子さん自体。ま、松子デラックスっていう名前自体がもうスタンド見えてますからね。そんなんいましたから、ラブデラックスみたいなやつが。 ということはですよ、マツコデラックスを倒せば、おのずと遠くにいる松高子も倒せるということですから。<laughs> <laughs> そういうシステムになってますから。さあ行きましょう、こちら。えー、ラジオネーム、味噌味ランドセル。南海キャンディーズのしずちゃんは、共演 NG タレントに相方の山ちゃんをあげてるらしい。信じないか信じないかはあなた次第。 ま、実際に今の二人の仕事っぷり見たらこれもあながち嘘じゃないみたいな感じになってきますからね。南海キャンディーズは結構ピンのね仕事がそれぞれ多いというかもうしずちゃんはね結構女優業がね、なかなか忙しい感じですから。もう山里はねもうどん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 奥の方行ってほしいですね。光のない場所へ。光のない方向へ。 そう思う風にね、影が濃くなるという。そういう生き方をね、山里にはぜひしてほしいです。こちら、ラジオネーム、丸米晋じ発売が待たれるドラクエ最新作には、時として主人公に苦言を提しつつも、その成長を優しく見守る、初老の男性キャラ、小倉さんが登場するらしい。ちなみに主人公と出会った時の職業はキャスターで、特技は怪しい光。 り物は装備していないな信じないか信じないかは、あなた次第。そういや、ドラクエね。7月にはもう売るんですから、7月には。7月11。あれ予約戦でも買えんのかなねえ、絶賛コンビニで予約受付中ですけど、ここまで、こんな、隅っこのコンビニでも予約してるってことは買えるんやろと睨んで予約してないんですけどね。まあ、 皆さんで、ドラクエ発売後はね、このてめえ横も、単にドラクエどこまで行ったっていうトークだけになりますんで、<laughs> プライベートもそれだけなるんでね、しばらくは。えさあ行きましょう、こちら。ラジオネーム、荒井智也。小倉さんは、悪魔の実の一つ、ボー,ボーの実を食べたらしい。あ、小倉さんって、小倉久弘さんの方ですからね。出ないと、辻褄合わないもん。信じないか信じないかはあなた次第。 おぐちゃんの方ね。クイズ、サックスは最高、いい友達でやってた方ね。あんまりおぐさんとかいじりすぎたらダメですよ。届いたら偉くなりますから。えー、行きましょう、こちら。えー、ラジオネームはこれかなポポポポリかな。ジブリ作品の一つ、天空の城ラピュタ。その作品の印象に残るシーンの一つに、ヒロインのシータが空から落ちてくるシーンがあります。 実はそのシーンは、シータが筋肉マンに筋肉パスタをかけられ、マットの上に落とされそうになっているシーンを描いたものだし、首のフックが甘いという弱点を補うか、補わないかはアシュラーマンの腕の本数次第。何言うて,てんねん、お前。何を言うてんねん、えあの、ゆっくりシータが落ちてくる、とこですか そういうことは、あのー、筋肉バスター返しで天井に、<laughs> あの、ひさしのとこにやられて落ちてきたシーターということですね。あの、ゆっくり落ちてくる。なるほど。まあ、そういうクロスオーバーがね、ゆで卵社会とジブリ社会のクロスオーバーがあったら面白いですけどね。もののけ姫なんかはね、かなり、 いろんな、あの、まあ、オカマラスとかも出せますから、あの怪獣メーターやつは。<laughs> 初期のねやつは結構巨大化するんで。まあ、その辺をね、いろいろちょっとやっていってもいいかもしれないですね。じゃあ、次のコーナー行きましょうか。続いてのコーナーはこちらケンコバ次回作やったーマンで味を占めた剣道小林が実写化映画出演の第2弾を狙いに行きます。主役は企役何でも OK。とにかく出れりゃいいんだよ。 さあ、というわけでね、二匹目の土壌を狙おうというね、実写化計画ですけども、今回もたくさんいただいております。こちら、ラジオネーム、丸シンジ実写版、明日の城考えてみました。矢吹城松山健一。確かにあのー、松健はね、特殊な役、ばっかり続いてますもんね。ゼニゲバとか、レスノートのエルとかね。はい、あ まあ確かにある期上、松山健一やったらいけるかもしれないですけどね。うん、まあいろいろ問題はありますよ。いろいろ。豚に乗れんのかみたいな。ね。そういうとこもあります。あと、ね、林家ののりちゃんにパンツ塗ってもらった後一人になって、リング上で飛び跳ねれるのかみたいな。いろいろありますよ。<laughs> ね、あと、干せ面倒さに肩持たれただけで内出血できんのかみたいな。ういう身体的なこともありますから。ね ああ、これはどうなんでしょうね。丹下断兵平はまた特別、特別ですからね。鶴瓶しはどうやんのよな。あのー、青山くんとね、ジョーを揉めさして、で、ジョーがそれで反省して、ね、団平に土下座して、おっさん、これからも俺を指導してくれっていうとき、もう一回突き放すときのね、青山くん、 行こうっていうのがね。アルツールベッショーの感じでないような気がするんですけどね。うん、少年院時代のマンモス西清原和弘、うん。確かにね、昔のマンモス西子は非常に怖い存在でしたけども。清原の、なんかね、なんか、週刊誌みたいなのに、 不倫旅行を取られた後の行動めちゃ凄かったですね、あれ。そう、カメラマンの方に、にをずかずか向かっていて、お前こんな仕事してて、自分の子供に背中見せれんのかって、都合んだという。うん。自分は不倫旅行出かけてるとこだでど、なかなか結構面白いじゃないかい、みたいな。ただ、マンモス西ですからね、これ、あ、なるほど。この後、出所後のマンモス西。ダチョウクラブ、上島竜兵と。 そうなんですね。出所後なったらなかなか結構コミカルというかね、ちょっと情けないシーンも見せなあかんわけですよ。うん。あの、パンケナンペイにね、差し入れされた後、おさん、おおきに、おさんって、もう一回おさん言うみたいなところ <laughs> <laughs> あとカールス・リベラのね、あの、ボタンを止めるのを手伝ってあげるところだな。そういうところもある。あれをちょっと清原さんにやらすわけにはいかないですからね。 えー、ガキども。ガキ連ですね、これ。えー、大橋のぞみ。ああ、いいじゃないですか。幸よね。ネゴシックス。若いおさむ。野生爆弾。川島。え <laughs> らいラインナップできましたね。<laughs> <laughs> 白木陽子。陽光女様ね。堀北巻。やっぱりかい、これ。さすがに全然違うでしょ、これ、堀北巻は。少年院時代の力石。剣と小林。ああ、なるほどね。 減量、うん、後の力士、安倍博士。ああ、安倍さんはぴったりやね。干せ面倒さ、黒金博士。髭だけやろ。ろ <laughs> 髪型も若干そうか。<laughs> 最初からちょっと白髪やないかも。ラストシーン立た,たへんやねんか。あんだけちょっと白髪刺してたら。<laughs> おい、見ろよ、チャンピオンの髪の毛。ああ、さっきに比べて白髪が増えたぜ、なるやん。<laughs> ね、えー、こちら続いていきましょう。ラジオネーム、オレンジ。 実写版ハンターハンター旅団編。うん。雫、時とあみあ,あの、デメちゃんのね。フェータン、ローラちゃん。あ、女の子にやらしますかあ家族。何それっていうやつね。<laughs> <laughs> これをアニメ化の前からモノマネしてたんですけど、ね。アニメ化の前にモノマネしてた声優決まっためっちゃ渋い声で全然違うかった。家族。 何それって言ってました、ね。<laughs> その、僕の勝手なやつでね。家族何それって言ってたんですけど、ね。<laughs> 実際見たら家族何それ <laughs> ひっくり返ったことありますけど。フランクリン、剣道小林。ああ、なるほど。パクノダ、リああ、これぴったり。スタイルもいいしね、リさん。クロロ、大栗俊。うん。フィンクス、佐藤隆太。フランクリン。 剣道小林。何回書くねん、これ。何回書くねん。で、旅団編ねえって全員書いてこいよ、これ。どうせやったら。<laughs> えー、こちら、おはがきいただいておりますね。ラジオネーム、デルタファイト。ストリートファイターの実写版を考えました。竜、つまぶきさとし。若干、ちょっと細身かなと。ああ、若干細身かなという気はしますけどね。うーん。 誰やろなぁ、やるんやったら、新日の五藤とかいいと思うんですけどね。冷えそって。チュンリー、栗山千秋。あー、オリエンタルなね、エキゾチックな空気はぴったりですね。ただ、太ももの異常な太さを、異常な太さをね、あれ、どう再現するのかって。<laughs> ケン、V6 森田号。あー、これはぴったりですね。ブランカ、レプチューン、堀内ケン。<laughs> いやいや、俺もいいっすね。ガイル、昭栄、うん。バイソン、マとバコうザンギエフ、ケンドコウヤシ。ベガ、西岡トク笑笑てまうわ、俺。西岡さんがあの格好したら。<laughs> <laughs> あれでジャンプして頭の上に乗ってきた笑ってまうわ。<laughs> <laughs> さあ、いきましょう、こちら。ラジオでムエビチュノカマンベール。実写版ヤッターマン2。 キャスト。主要キャストは一作目と同じ。やったーわん。上島竜兵。メカのこと。バイアグラ。ドクロストーン。ケンコバさんちのスケベイス。<laughs> いや、ダメですよ。竜兵さん死んでもらいますから。<laughs> 死んだって引退よ立たねえんだ <laughs> って言ってました。て <laughs> で、いや、竜兵さんに死なれんの嫌ですから。これはちょっとね。撮影は何個ものま、なんだべですから。えー、東京都。へこみメガネ。 実写版うるせえやつらを考えました。懐かしいね。ラム、土屋アンナ、当たる、堀内健、堀健さん人気ですね。面堂修太郎、藤岡博年取りすぎやろ。チェリー、井出楽居。<laughs> ちょっと皆さん、あの、学,学園者ということをちょっと一回考えてくださいね、これ。藤岡博さんおっとおかしいでしょ。<laughs> ねまあ 続いていきましょう。あなたの肉野菜。サザエさん、サザエ、天海祐希、ウマスオ、竹野内豊かカツオ、ケン小林ワカメ、安田美沙子。タラちゃん、山本隆弘。イクラちゃん、オリラジ・フジモリ。ナミヘイ、ボンド。 どういう選択やねん、これ。なんか耳入ってけへんな、バラバラすぎた、これ。<laughs> バラバラすぎて脳にこう、インプットされない感じですよ、これ。うん、統一性がないというか。不思議なキャスティングでしたね、これ。えー、ラジオでもオレンジ、赤木実写版、赤木松山健一。 やっぱ今なんかこういう実写版の主人公になると松剣がね、やっぱ出てくるんですね。えー、和ぇ、長戸博之、市川、内田祐也、安岡刑事、剣道小林。ああ、これちょっと嬉しいですね。和しの取り巻きのサングラス、右肩下がり集団、ジャンタク、松子デラックス。<laughs> <laughs> 四角かないからね。松子さん四角かないですから、山みたいなもんですから。 ビッグザ・マウンテンみたいなもんですからね。あの人は。さあ、ね、なかなか面白いね。またどんどん送ってください。続きまして。こちらのコーナー行ってみましょうこちらあれはチンゲじゃないのか誰しもが考える人類の永遠のテーマ。世界を震撼させるこの謎についての考察を深めていくコーナーです。さあ、人類についての考察を深めていくコーナーということらしいです。行きましょう、こちら。ラジオネーム、ベニボーイ。 ネルフの地下で、貼り付けにされていたアダムを貫いてたあれ。あれは、チンゲじゃないのか。なるほどね。ロンギヌスのやり、あ,あ、チンゲヌスのやりって書いてますね、ここに。<laughs> <laughs> あ,あなるほどね。礼、チンゲヌスのやりを使え。<laughs> <laughs> さあ、どうどいきましょう。ラジオネーム、なかなかうーちゃん。 みんな知ってるかなガリガリ君はチンゲが出るともう一本もらえるんだよ。もっとね、商品券とかもらえると思いますよ。実際にガリガリ君食べててチンゲ出てきたら。それ本社に送り届けたら申し訳ございませんって商品券もらえると思いますけど。<laughs> <laughs> ラジオネーム味噌味ランドセル。あれ遠山のチンゲさんの事件解決の時って股間に手を入れドバッとチンゲを抜き、 まさかお前ら、このチンゲに見覚えねえとは言わせねえぞっていう決め台詞言ってましたよね。むちゃくちゃなってるんよ。<laughs> これぞ、ね。遠山さばき <laughs>、えー。ラジオネーム、デルタファイト。<laughs> 河川敷で寝転んでる不良がチンゲを加えて夕日を見つめていました。 いつの不良やねこれ。葉っぱ加えるのも。そもそも葉っぱ加えるも。もう、スクールウォーズの、ね、松村祐希さんの時点で結構笑いになってるノリでしたからね、その辺は。あれも30年ぐらいぐ、ぐらい前ですから。あの時点で笑いになってるってことは、4五50年前の話ですからね。さあ、続いていきましょう。えー、こちら、ラジオネーム、棚からぼったぼた。この前、空から、 数百歩のチンゲが降ってきてニュースになりましたと。ああ、これね、石川県のオタマジャクシまあね、あれ、本当に理由が謎ということで、うん。まあ一部の人にはね、ウェザーリポートの仕業やと、簡単にそれで済ましてしまう人もね、多数いるでしょうけども。いや、あれはヘビーウェザーになった証拠やと。<laughs> ヘビーウェザーになると自動的にあれ、ああいうことになってくるんだ。みたいなね。そんな話ありますけども。 あれは、何なんでしょうね、本当にね。そっからね、立て続けに全国で見つかるっていうのはなんかおかしいなとは思うんですけどね。うん、まあでも、いたずらにしてはね。そんなおたまじゃくし、まず、そんないっぱい捕まえれるかという話もありますからね。うん、どうなんでしょうか。いきましょう、こちら。ラジオネーム。チンポコイダ北斗の剣。愛ゆえにより。サウザー。 貴様のチンゲ一本もこの世には残さぬ。<laughs> 確かにまあサウザーにもチンゲ生えてたでしょうからね。<laughs> 貴様の、ね、肉片一片もこの世には残さぬという中にチンゲも粉々にしたという、<laughs> しようという気持ちではあったことは確かでしょうね。な <laughs> んなんでしょうね。サウザーはやっぱり、 心臓逆についてるから、賃毛もやっぱ逆に生えてるみたいだね。上向きで生えてるのか。<laughs> その逆三角形型ではなく三角形型に生えてるのかみたいな。<laughs> 心臓が逆やったらそういうこともね、十分考えよるわけですから。えー、そういう賃毛にまみれたね、制定十字量ですよ、あれは。見よ、この子供をと。周囲のチン毛が、こんな子供をも狂わせる。<laughs> サウザー印象深いキャラですけど。続いていきましょう。ラジオネーム、オレンジ。チンゲなんてないさ、チンゲなんて嘘さっていう歌がありましたよね。<laughs> まあ、続きを考えたら、気の弱い人が見間違えたのさで続きますからね。<laughs> 気の弱い人がなんでチンゲを見間違えたんやと。だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いなって続きますから。<laughs> お化けです、あれは。えー、ラジオネーム、オレンジ。知らない間に、コーヒーにチンゲを入れられて、つい眠ってしまいました。<laughs> 何のことやねん、これ。薬盛られたたいね。チンゲ盛られたみたいな。今日だぞ、貴様。チンゲを盛るとはと。さあ、というわけでね、チンゲの方もどんどん募集してますんで、どんどん送ってください。 さあ、というわけで、えー、こちら、特に募集はしてないコーナーなんですが、送られてくるので、これだけちょっと行きましょうか。こちら松か子目撃情報。ね完全にこれ、募集はしてないんですけど、どういうことなんでしょうね。毎週送られてくるんですよ。というか、もしかしてこれ、松か子さん無茶むちゃくちゃうろうろしてるんですかみたいなね、話にもなってきますから。ただこれでね、 松坂子情報があったら聞くよって言ってた子は聞いてくれてるんでしょうかそこも気になるじゃないですか。<laughs> 聞いてたらちょっと感想を送ってくださいね。ラジオネーム、ナルムーニー伯爵。禁止症のウィンズで、原付の中金取られて揉めている松坂子さん見ました。原付はレッツ2でした。嘘をつけ。<laughs> レッツ2でブラマエの吉田が乗ってた原茶レーナーがボロボロの。 裏前の吉田だけが乗ってた原付や、レッツ2 <laughs> 乗るわけないやろ、松か子さんが原チャリに。まあ、こんな人が原チャリに乗るわけないと思ってて、思ってたら一回天山が原チャリでバスにぶつかったっていう事件ありましたけどね。<laughs> まあ、天山今原チャリやってやんやな <laughs> 悲しい話もありますけど。ラジオネーム、荒井智也。僕が、 対立する悪の組織との交渉も終盤を迎え、敵のアジトにて以前全く歯が立たなかった敵のボスと再会。ずっとマスクをつけていたため、男だとばかり思っていた。そのボスが仮面を取ると、長髪の黒髪が揺らぎ、女だったことを知る。僕は、言葉を詰まらせながら言った。まあ、あ松さん。続く。何じゃそれ。<laughs> 別になんかこの創作欲を、ね、満たすためのコーナーじゃないですからね、これ。<laughs> えー、行きましょう、こちら。ラジオネーム、丸米新治。ダンダンダダダンダ,ダダダン。ハマちゃん。<laughs> この前、うちの近所の公園で堀北真希さんを目撃しました。 上下ジャージにスニーカーという大変ラフな格好でベンチに座っていた堀北さんは入念に体のマッサージをしていました。これからランニングでもするのかなと思った僕は離れたところから気づかれぬよう見ていたんですが、堀北さんは10分経っても20分経ってもマッサージをやめようとはしませんでした。 いつまでやるんだろうと不思議に思って観察していると30分ほど経った頃腰掛けていたベンチからすっと立ち上がり歩いてどこかへ消えてしまいましたあの日堀北さんは何をしたかったんでしょうかまっちゃんがストラップをくれるよねなめとんなこいつな <laughs> めとんな堀北真紀目撃情報って書いてます 松か子の時点ですでにおかしいんですけどね。ほんで、ファンやったら嘘書くなよ、お前。さあ、これで最後にしましょう。ラジオネーム、あなたの肉野菜。江川達也貿易情報。<laughs> いえ、募集してないし、知りたくもないですから。知りたくもないですから。江川達也さん見ました。江川達也さんは、 ヒゲを抹茶色にするまでチョコをむしゃむしゃ食べてたよ <laughs>。まあ、まあそんな感じで食うやろうけどな、あの人。あの、皆さん募集してないですし、募集はもちろんしてないですし、してるとしたとしても、松か子さんですから。で、堀北真希はまだこうなったらいいです。江川達也さんいらないです。マジで。なんか絵に浮かべるのめんどくさいですよ。 映画達也さんがこういうのしてたっていうの聞いてる人もね、えー、浮かべるのめんどくさいと思うんで、えー、ガチでなしの方向でお願いします。<laughs> <laughs> ね、というわけで、これを聞いてもらいましょうか。ジョルのジョバーダには CM がある。<music> 藤岡博さんは、藁の塊に、無知のように死ならせたチンコ擦り付けたという、無事道オリジナルに解を開発したそうです。 剣道小林のテメオコテメオコああテメオコがソファーにもたれかかりましたよ剣道小林のテメオコさあというわけでこちらのコーナーの方も実に久しぶりじゃないでしょうか行ってみましょうこちらオリジナルーあののぼり棒から幾年月テメオコに書くメールなら きっと素直に打ち明けられるだろう今負けそうで泣きそうで言ってしまいそうな時のあなた独自のやり方を教えてくださいさあというわけであなた独自の方法を教えてくださいもしよければ私もどんどん試していきますというねこのオリジナルにザ・ディスイ s オナニーオリジンのコーナーですけどもいきましょうラジオネームオレンジスイスの中立ヒへ行き オナニーする。中立オナニーを考えましたと。なるほど。衛生中立オナニーですね、えー。確かにその渡航費、滞在費のこのコストを考えると、でかい社製が待ってそうですけどね。俺はこんなに金使ってしているという。そういうね、やっぱこの精神バランスを操るナニーっていうのは非常にいい結果出ますからね。ぜひ試してみたらいいんじゃないでしょうか。 ラジオネームペニーボーイ小林さんこんばんは僕が考えたオリジナリーはブルマを使って行うブルニーですここで言うブルマは女子が履くブルマではなくドラゴンボールのブルマのことですちなみにドラゴンボール初期の頃バニーガールの格好をしたブルマとフリーザ編でナメック星に連れてナメック星に行く時のブルマがおすすめです確かにね うーんまあ、こういうこと言ったら公平があるかもしれないですけども。やっぱドラゴンボールでオナにするならブルマ使うんがやっぱ正常でしょうね。やっぱ、ここは父チチ使ったらえらいことになりますから。まあ、そうですね。ブルマ、ないし人造人間18号やったかな。<laughs> <laughs> ワンレンのね。うん、その二人ぐらいしかちょっと無理じゃないかなと。うん、僕も思いますね。うん さあ、続いていきましょう。こちら。ラジオネン、マルコメシンジ。僕のおすすめは、スパイスガールズのヒット曲に乗せてシェイクする、ワナニーです。ラップのパートは激しくしこり、しっとり歌い上げるパートでは曲に合わせてゆっくりしごきます。どうしても飽きてしまった方は、ビクトリアの旦那の磨き上げられた肉体美を見ながら、ベッカニーとしゃれ込むのもいいかもしれませんね。 ただの変態やんか。<laughs> ベッカムも見ながらできたらもうそんなオナニーの世界じゃないでしょ、もう。<laughs> そっちはさすがにいけないですけどね。穴 B で乗せていくのはちょっと相当な負担をかけることになりますよ。今後はやっぱね、この、いわゆるペニスを両手で包んだような形でチンコに優しいみたいなね。そういう、ペコマークみたいなのね。 エコマークなのかペコマークみたいなんもね、今後考えていかなあかんと僕も思ってるんで。みんなちょっと負担かけすぎてんちゃうかなみたいなね。優しくいきましょうよ、もっとね。さあ、こちら最後です。行きましょう。ラジオームオレンジ。昔、中学の時に真夜中のプールを全裸で入り、浮かび上がりオナニーをする。今宵の月は美しにをやってました。もうあの頃には、戻れない。 斉藤和義的世界観ですねこれ。斉藤和義的世界観にですよ、これ。<laughs> <laughs> まあ、もろ真夜中のプールっていう曲ありましたからね。<laughs> 忍び込んだみたいな。<laughs> 今改めて忍び込んでお酒飲んでたみたいなね。ただあの子がいたような気がしたみたいな。素敵すぎる歌の世界観のオナニーですね、これはああ。いや、素敵かもしれないです。 ただ皆さん、気をつけてください。これ犯罪ですから、これ。ね。やめましょう、犯罪はね。さあ、という、ああ、こちらのコーナーも久しぶりですね。行ってみましょうか。こちら朝良くない話。聞けば人生の見方がちょっと変わるかもしれない。聞いたところで、ふーんとしかならない、そんな浅くて良くない話を送ってください。さあ。 浅くて良くない話ということでね、夜中に溢れてると思います。もしかしたら、ネゴシックスもこっちに行った方がいいかもしれないです。浅良くない話の方に。<laughs> 行きましょう。ラジオネーム、オレンジ。学校で、卒業する日も近くなり、普通の授業中に先生が、皆、机のあるものを全部片付けといて、と言い、何をするのだろうと思うと、 先生が社会に出る生徒たちのためにアドバイスをしましたが、なぜか話がずれて合コンで失敗した話を話し始めました。朝良くない。朝良くない。なるどね。どんな感じなんでしょうね。卒業式なんか長年やってないですからね。泣く奴とかおるんですかね。案外いなかったんですよね。俺高校の時とか。中学の時は女子号泣してるの見て笑って、その瞬間嫌われるみたいな。<laughs> 瞬間で人って嫌われるんや、みたいなことね。体験しましたけど。さあ行きましょう。こちら、サ吉作家志望。<laughs> 近くの川に大きめの亀が住んでいることが近所で話題になってるんですが、おばちゃんたちが、亀ちゃんとか言うてテレビくるんとちゃうと言ってました。朝良くない朝良くない朝良くない いやー難しいね、亀でテレビ来るのは。<laughs> っていうか、もう近くの川にいるもんですからね、亀。川にいないはずのものがいるからテレビが来るんだってね、あれ。おばちゃんたち。<laughs> 来て欲しいんやろな。来たら来たで、モラル的なこと言い出すんでしょうね、<laughs> おばちゃんは。ね。近所迷惑とか、そのマスコミの、あの、かわいそうや、みたいな、ストレスを、ストレスで、みたいなおばちゃんは言い出すんでしょうね。 えー、こちら。ラジオネーム、クリスタルマン。<laughs> ハリウッドザコシショのブログ、ザコシの動画でポンが第100回を迎えました。朝良くなーい。<laughs> あ、こんなんやってんねや。<laughs> ザコシの動画でポン。どんな内容なんでしょうね。見てみたいな。動画を、 流してるの流してないという可能性もありますよね。タイトル的に。ザコシの動画でポン。ちょっと皆さんチェックしてみてください。突然ザコシショウがアクセス増えてびっくりするかもしれないんで。<laughs> なんといっても第100回迎えてるらしいですから。ね、さあ、えー、こちら行きましょう。ラジオネームペチャパイ娘のくせに。明け方、天気がいいので窓を開けると、結構大きい雲が巣をせっせと作っていました。 珍しいのでじっと見ていたら、野鳥がいきなりこっちに飛んできて雲を加えて去っていきました。朝よくない。朝くない。その野鳥を食べたら植物連鎖完成やったんですけどね。<laughs> 焼いて食べたらね。これなんか手塚治虫の漫画の出だしみたいな。<laughs> 出だしのようなワンシーンですね。<laughs> 観念的なね、そういうことを書く。えー、ラジオネーム、ナルムーニー伯爵。 昔の日記を見たら、自分は今よりは明るかったようです。明るくなーい <laughs> よくなーいよくないほんまやな、日記つけてたら面白いでしょうね。何年か前の自分の日記見たら止まらないようになるでしょうね。うんとてもじゃないけど日記は書けないですけどね。その日思ったこととか書くんでしょねあいつ見て、羨ましいと思ったとか書いてたらゾッとするけどね。<laughs> さあ、これ最後にしましょう。ラジオネーム、あなたの肉野菜。漫画に夢中になってたら、目的地の駅にいつもより早く着いた気がしました。朝よくない。朝よ,くない朝よくないあるあるですね、これ。朝よくないあるある出たなぁ。確かに、時間足りひんとかあるからね。<laughs> さあ。はい、というわけで。まだ、<laughs> ちょっとだけね、時間が余ってんで久々に行きますか。これは本当に久々です。こちらのコーナー。ケンコバランドということでね。本当に数ヶ月ぶりかもしれないですね。ケンコバランド行くの。えー、ケンコバランドと言いつつも、ケンコバランド宛てに送られてきたものはありません。<laughs> こちらまず、ああ、青春のトーナメント係。あの子としてからチンポがかい。 トーナメント表が書いております。えー、一回戦、ゆい対夏帆、えー、吉岡、えー、なんて読むやろこれ、聖なる恵みと書いてね、えー、と、広瀬良子、で、星野秋対ゆき、中川翔子対安田美佐子。<laughs> で、トーナメントやってまして、まず一回戦はゆい、そして広瀬良子、そしてゆき、そして中川翔子、翔子たんが、 勝ち抜いております。で、二回戦はユイが勝っておりまして、えー、イが広瀬良子に勝ち。そして、コタンがユキに勝ちです。で、決勝、ョコタンが勝ちまして、愛人の座をゲットしております。その上に、もう一戦も行わず、優勝、堀北希。<laughs> <laughs> その下にちっちゃく、うんこが書いてあって、 そこには折原美香さんが一人でトーナメント。折りリリンが一人でうんこのトーナメントに。おこれ名誉毀損で訴えられるで、これほんまに。<laughs> さあ続きましてこちら。えー、こちらも,もちろんケンコバランドのコーナーではございません。神。<laughs> 神係に。ラジオネームゼウスさんから神係に送られてる。<laughs> <laughs> もう神や。 神ですよ、これ。白いローブのようなものをまとった女性がですね、暗闇の中手をかざしたら光が溢れているという、切り絵を。ああ、この人神ですよ。ゼウスが神がかりに送ってきました。光の粒子を手からね、弾き出してる。 これ、孫子のだけ、神です。<laughs> さあ、そしてこちらの方はね、おっきめのこの書類入れ、書類入れみたいな封筒でね、えー、堀北真希の生写真プレゼント係に送ってきております。丸米慎治ですけど。中ごっそり入ってるんで、抜き出してみてみましょうか。うわあうわあ はまずは、えー、ヤングアニマルの表紙をですね、てめお子アニマルに変えまして、えー、これはマンゴーじゃないのか、バイマンゴー小林。やかましいや、お前。花 <laughs> 毛よし、脇毛よし。やかましい。続き読んでもらうとこやった、これ。<laughs> うわ、最悪や。最悪やな、こいつ、表紙にチンゲ貼ってきてるんで。俺のチンゲじゃないのかと。<laughs> 地獄や。 地獄やな、こいつ。うわぁ、ホ北キタマキの写真いっぱい当てる。俺、ホ北キタマキちゃんが一番かわいそうや、これもう。<laughs> なんか、こんな奴に指示されてる。<laughs> 結婚まだ早いよ。でも、いつかはね、とか、ホ北キタマキに言わしてる。<laughs> 待っててくれたんだ。あ、一年、ホ北キタマキとの一年をこう、写真で、正月には晴れ聞きさしてるはは <laughs> その後、 オリリンのグラビアなんですけど、顔のとこにのパグ犬の写真。<laughs> うわあオリリンのグラビアに、てめえ起こしてーって言わしてます。脇毛の落書きして。<laughs> まあ、こいつ最悪やな、ほんま。う、まあ、二人エッチのとこに、俺の写真と、マッキーの写真を貼り付けて。<laughs> 最悪や、こいつ。<laughs> こいつ最悪やな。<laughs> いやー、他にもいろいろね。これ何やろ。うわ、ポケットティッシュツを着て使ってねって書いてある。え <laughs> ー、できんということでお願いします。<laughs> できんのです。では、ここで一曲、聴いてもらいましょうか。足立区にお住まいの河村静也さんからのリクエスト。 小池わかるこ知覚感性を司る右脳思考理論を司る左脳人の動きは脳が決定し人の犯罪は脳によって行われる脳科学を極めたミスターに解けない謎はない次週「剣道小林のてめおこ」 ミスターやりたい放題が何事件を解決するさあというわけでテメオとテメ男勘右衛門お別れの時間でございますいでね今日久々にいろんなコーナーやりましたがやっぱなかなか皆さん面白いですね、えー、ただ迷惑なコーナーもいくつかあります、えー、攻撃と自粛これ同時に皆さん兼ね金備えてくださいということで全てのコーナー宛先はこちらにお願いしますメメオコールアドレス t-e-m-e-o-k-o アットマーク tbs.co.jp てめおこアットマーク tbs.co.jp までそして剣道小橋のてめおこはポッドキャストもやっておりますパソコンをお持ちの方はぜひチェックしてくださいパソコンをお持ちでない方は聞いたつもりになっていてくださいダウンロードするにはポッドキャスト9 5 4か iTunes Music Store にアクセスポッドキャスト9 5 4か iTunes Music Store にアクセスしてくださいそれでは 来週も剣と小林のてめえは俺を怒らせたでお会いしましょう。この後はファルネーゼの燃やせ燃やせ J ラップでお楽しみください。さよなら